予告編より、スペンサー・トレーシーとラナダーナー・ヘンリー、ハリー・ジキル、ハイド、スペンサー・トレーシー。ジキル博士とハイド氏は、1941年のアメリカ映画で、1931年に作られた同名の映画のリメイク作品である。1949年の日本劇場公開時の、題名は、ジェキル博士とハイド氏。DVD 発売時に改題されている。原作は、 ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、ジキル博士とハイド氏で、監督は、パラマウント映画から出された1931年の、同名の映画の権利を手に入れ、この映画と同じくメトロゴールドウィン・メイヤーから出された、風と共に去りぬと、オズの魔法師の監督を務めた、ビクター・フレミング。プロデューサーは、ビクター・サビルで、脚本は、初期のパーシー・ヒースとサムエル・ホーフステインが演じた映画の、 脚本をもとに、ジョンリー・メイヒンが担当。音楽の制作は、フランツ・ワックスマンが、ダニエル・ワミ・フィシアとロフト、マリオ・カステルヌ・オーボイ・コール・テデスコから、ノンクレジットの提供を受けたものである。撮影は、ジョセフ・ルテンバーグが行い、美術は、セドリック・ギボンズ、そして、衣装のデザインは、エイドリアンとジャイル・スティールが担当した。出演したスターは、スペンサート・トレーシー、イングリット・バーグマン、 ラナターナー、ドナルド・クリスプ、イアン・ハンター、バートン・マクレーン、シー・オーベリー・スミスとサラ・オール・グッドである。ジキル博士は人間には、皆良い面と悪い面があると信じている。実験により彼の悪い面、ハイドが、あらわになった。実験は、ジキル博士に、ハイドがどれだけ悪い面があるかを教えた。ハイドは、早くからジキルに興味を示したアイビーや、ジキルの養父である。 チャールズ教を殺害することができたのだった。物語の最後、ジキル博士の親友である、ラニョン博士がジキルに向かって発砲したことにより、ハイドは殺され、かくしてジキルも死んだのだった。有名な共演者にあったことがないにもかかわらず、スペンサーとレーシーは、当初バーグマンとターナーの役である悪い女といい、女でありながら同一人物とわかってしまう女性を、 キャサリン・ヘプバーンに演じることを望んでいた。この映画はアカデミー賞のうち3部門、最優秀客本賞、最優秀音楽賞のノミネートを受け、ドラマチックな映像が評価された。多くの会話、滑らかな展開、キャストの豪華さ、典型的な MGM スタイル、そして音楽の美しさといった1931年の作品にはない要素がこの作品には詰まっている一方、 1931年の作品には本編全体を通して音楽が全く使われていなかった。ありがとうございます。